酒の後先、坂口安吾。私は日本酒の味は嫌いで、ビールの味も嫌いだ。けれども、飲むのは酔いたいからで、酔っ払って文が無感覚になるまでは、息を殺して薬のように飲み下しているのである。私は、体は大きいけれども、胃が弱いので、文を抑えて飲む日本酒や、ビールは必ず吐いて苦しむが、苦しみながら、なお飲む。気持ちよく飲めるのは、高級のコニャックとウイスキーだけだが、今はもう手に入らず、飲む由もない。ジンやウオトカやアブサンでも、日本酒よりはいい。少量で酔えるものは味覚にかかわらず良いのである。酔うために飲む酒だから、水後の行状が言語道断は申すまでもなく、冷めればうつうつとして開墾のほぞを噛むこと、これはあらゆる酒飲みの通兵で、思うに酔っ払った閲楽の時間よりも冷めて苦痛の時間の方が確かに長いのであるが、それは人生自体と同じことで、なぜ酒を飲むかといえば、なぜ生きながらえるかと同じことであるらしい。酔うことはすべて苦痛で、特憐の苦しみは失恋の苦しみと同じもので、女の人と会い、顔を見ているうちは良いけれども、別れるとすぐ苦しくなって、夜が眠れなかったりするものである。特恋という男女二人同じ状態にあるときは、女の方が生まれながらに図太いもので、現実的な性格がよくわかるものであり、だから女の酒飲みが少ないのかもしれぬ。女はその時17であったから、11年上の私は28であったわけだ。この17の娘が大変な酒飲みなのである。グラスのウイスキーを必ずぐいと一息で飲むのである。何杯ぐらい飲んだか忘れたが、とにかく無茶な娘で、モナミだったかどこかでテーブルの上のガラスの花瓶を壊して、6円だか請求されると、別のテーブルの花瓶を取り上げて、えいと叩き割って、12円払って出てくる娘であった。しょっちゅう男と泊まったり、旅行したりしていたが、処女なので、娘は私に、処女ではないと言って、頑強に言い放ったけれども、処女であったと思う。日本橋にウィンザーという芸術家相手の洋酒屋ができて、そこの女給であったが、店内装飾は青山二郎で、牧野真一、小林秀夫、中島健三、川上哲太郎。こう顔ぶれを思い出すと、これは当時の私の文学グループで、春陽堂から文化という同人雑誌を出していた。結局その同人だけになってしまうが、その他中原中也と知ったのがこの店であった。直木35が来ていた。あの当時の文士は一条を守って虎視眈々、知らない同業者には顔も振り向けないから、誰が来ていたか、あとは知らない。中原中也は、17の娘が好きであったが、娘の方は私が好きであったから、中也はかねて恨みを結んでいて、ある晩のこと、彼は隣席の私に向かって、やい、ヘゲモニー、と叫んで立ち上がって、突然殴りかかったけれども、四尺七寸ぐらいの小男で、
私が大男だから恐れて近づかず、1メートルぐらい離れたところで、情にフットワークよろしく、左右のストレートを繰り出し、時にスイングやアッパーカットをひらめかしている。私が大笑いしたのは申すまでもない。5分ぐらい一人で格闘して、昼夜は狐につままれたように椅子に腰掛ける。どうだ、一緒に飲まないか、こっちへ来ないか。私が誘うと、貴様はドイツのヘゲモニーだ、貴様はエレーと言いながら割り込んできて、それからしげしげ往来する親友になったが、その後は17の娘については彼はもう一切我関せずという顔をした。それほど惚れてはいなかったので、本当は私と友達になりたがっていたのだ。そして昼夜は、それから後は、よく別れた女房と一緒に酒を飲みに来たが、この女がまた日本無類の恐るべき女であった。私は17の娘のことを考えると、失われた年齢を非常に懐かしむ思いになる。もう、再びあのような嘘のような間の抜けた話は巡り合うことがありえない。年齢的に、いな、28の私は驚くほど子供でもあった。私はその頃別の女の人に失恋みたいなことをして、これがまたはっきり失恋でもないのだから始末が悪い。非常に入り組んだ精神上の絡みがあった。そういうわけで、17の娘のことなど、雪ずりの気持ちしかなかったのに、娘の方では、八百屋を七のように思い込んで、私を愛して、この娘は、変なテレンテクだなど、まだ眼中にないのだから、酒飲みの私を愛するゆえに、彼女もまた、威勢よく酒を飲み、全く常にぐっと、一息で誰でもわっけに取られるのだ。そして私たちは、飲み仲間の頑固の声に送られて、堂々と出発し、銀座を飲み歩いて巡査に叱られたり、そして、あっちのホテルだの、こっちの宿屋で酔いつぶれた。けれども娘は、癌として肉体の交渉を拒絶し、娘は私に、私は処女ではないのよと言って抱きついて、いろいろ悩ましいことをするのだけれども、この娘は確かに処女とはいかなるものであるか、男女関係の最後の交渉がどういうものであるか、全然知らなかったのだと思う。だから私とこの娘は、中原中也だの、沖和一だの、西田義郎だの、飲み仲間の声援に送られて、しきりに処方のホテルで夜を明かしたけれども、全く肉体の交渉はない。私は思うに、終戦後現れたフラッパーの中には、案外、この種の何も知らない女が、相当数いるのではないかと考えている。そして、この種の何も知らない娘に限って、外形的に、雷霧軌道をやらかすのではないかと考える。私が京都に、吹雪物語を書いていたとき、下宿屋の娘がこの年頃で、京都名大の不良少女で、無軌道であったが、素直な、気立ての良い娘であった。その後、中学生の三人の不良少年に強姦されて、反狂乱になって、それから転落が始まったが、結局この種の運命は仕方がないので、不良少女は大概良い魂の所有者なのだが、
教養が低いから落ちると高さがなくなる。私の友達の17の娘はその後結婚して良い母になっているはずであるが、この娘はフランス文学者の娘で、日本の古典文学に本格的な教養を持っており、私の原稿を読んで仮名や誤字を訂正してくれたが、私がまた今もって漢字だの仮名遣いなどずさん極まる知識の持ち主なのだから、あんまりたくさん誤字があったり仮名遣いが間違っていたりして、17の不良少女に仮名遣いを教えてもらって恐縮したものである。私は胃が弱いので酒やビールだと必ず吐いて苦しむので、これはじっと飲んでいるとなおいけない。少しずつ飲んではしご酒をすると割合に良い。一番良いのは汽車の食堂で、これは常に体が揺れているからよく消化して吐くことがほとんどないのである。だからダンスをやろうかと思ったが、昔のダンスホールは酒を飲ませないものだから非常に嫌味なところで、ダンスもつい覚える気持ちにならなかった。それでもどうも酒を飲んで動かないのが苦痛の種でありすぎたから、酒場の女給から教えてもらって、4、5日、ボックスというやつ。これがまたバカバカしくて、いっそ一つ、石井爆にでも弟子入りしてやろうかと思ったぐらいである。あの頃は、ウイスキーでも、ジョニーウォーカーの赤レベルだと、もう薬のように嫌な味が鼻につき、私は、コニャックかオールドパーでないと、気持ちよく酔うことができなかった。今はメチルでも飲みかねない低たらくで、味覚の方が思想よりも下落してしまった。そして近頃は酒量が少なくなり、早く酔うようになったから、かえって吐くことが少なくなったが、日本酒とビールは今もダメで、焼酎でもインチキウイスキーでも、メチルの親類でも、ともかく少量で酔うアルコールの方を珍重する。昭和12年の1月だか2月だかであったと思う。私は土寺の着流しのまま急に思い立って京都へ行った。沖和一を訪ね、彼から部屋を探してもらって、孤独の中で小説を書いてみようと決意したのである。その晩私は沖に招待されて祇園のお茶屋で酒を飲んだ。祇園の舞妓というものを見るためであったが、36人だかの舞妓がいるうち20何人だか次々に見せてもらったが、可愛いのは言葉ばかりで顔も美しいとは思われず、変に困っちゃくれているばかり。話といえば、林長次郎だの、ターキーのこと。伝統的な教養というものを何も見出すことができない。15、6の女学生と話をする方が、どれぐらい清潔でいいかわからない。踊りなども一向に見栄えのしない。ただ、手が伸びたり、ひっくり返ったり、縮んだり。動かない方がよっぽどマシだと、私はうんざりして酒を飲んでいた。舞妓の一人に、東山ダンスホールのダンサーが好きで、そのダンサーと踊りたいと言い出したのがいて、私たちは自動車を走らせ、4、5人の舞妓を連れて深夜のダンスホールへ行った。もう12時を過ぎていた。このダンスホールは東山の中腹にたった一軒建てられた景色の良いところで、もし酒を飲ませてくれるなら、
私は他の場所では酒を飲まないと思ったほどの良いところであった。舞妓の一人が踊りましょうと私に言った。よろしい。私は即座に返事をした。私がダンスホールというところで踊ったのはこの時ただ一度あるのみ。とてらの着流しで小さな舞妓と、この舞妓は特別小さかった。踊ったことがあるだけ。私はこの時水眼朦朧たる中で一つの美しさにあっけに取られていた。それは舞妓の着物、あの特別なだらりの帯。座敷の中で踊ったりぺちゃくちゃ喋っている時は陳腐で一向に美しいとも思わなかったのだが、ダンスホールの群衆に混じると群を圧して目立つのだ。ダンサーの夜会服などは貧弱極まるものに見え、男も女もなべて他のみつぼらしさが確然と目に染み渡るのである。伝統の持つ貫禄というものを思い知らされたのであるが、それにしても伝統の衣装をまとうその内容が空虚では仕方がないので、しかし小さな舞妓の着物が群衆の波をそそとくぐり抜けてゆく美しさは今でも私の目に染みている。